朝は寒かった。朝は大雨な感じだった。うん、じゃあ、なんで5時よりそっちです。電気やって見にくいから。遅くなってすいません。いやいや、まだ遅くない。遅くないよ。だって今、出ない始めるばっかりだみんな漢字読めるもう。読めるわよ。んと、これはよー。何よー。じゃあ、これは6。これは8。見ね、見んの。じゃあ、こうつなげたらどうして読むの18。何18。じゃあ、こうしたら312。100はないでしょ、これ。312。3、10、2な。これは3、72。何 70。これは50。これは90。これちょっと入れ替わっちゃったけど、これなんだ。じゃあ言ってみよう。90。90。1対1のばっちゃうからな、こんな。90。90。な、90。50。50。漢字の時はね、読んだ通りになってるの。70。70。32。3と2。18。18。8。6、2、4、うん、これ分かる？あとでこの計算やってみるわけでね、2たす3はこれいくつか知ってる？5。何？ほんと？5じゃん。僕5だと分かったよ。2たす3は5。ところがね、20たす30のあとこれいくつかってわけ。50。こういう時はね、大人はね、計算機を使うわけ。50じゃない。な、僕はすぐ分からなかったけど50って分かったよ。計算使ったもんで。50。ところがね、こうしたらどうするよ。200たす300。500。何？何？500なのよ。200たす300、500なのよ。それじゃあね、これ難しいね。ね、5000。何だって？5000。もう分かっちゃった。2000たす300は？3000は？もっとすごい。2万たす3万は5万。なんだって？5万。あんたお金持ちになるね。20万たす30万は50万。おお。200万たす300万は200万たす300万。おお、あんたお金持ちになる。これすごいぞ。2000万たす3000万は5000万。おお、じゃあ早く言ってよ。いいか、これね、練習していくとね、あのお金持ちになる。僕の場合はね、1000円単位の家なんでね、1000円しか500円以上持ってる。お金を持つじゃダメ、あんたら誘拐されるぞ。お前お金持ってるなんて言うと、いいか、誘拐されちゃう。お金持ってませんっていうの、分かるか。お金持ってる、持ってませんっていうの、持ってる、あんた誘拐されるよ。あんたお金持ってる？家にある。そういうことも言っちゃいかんの、それはね、泥棒入るだろう。あんたお金持ってる？持っていません。さあさあさあ、あんたお金持ってる？持っていません。よし、そう言いなさい、ちゃんと。じゃあいくぞ。2たす3は5。おそい、2たす3は5。20たす30は50。200たす300は500。なんだって？500。2000たす3000は5000。遅い、なんだって？5000。2万たす 3万は5万。なんだって？5万。20万たす30万は50万。200万たす300万は500万。2000万たす3000万は5000万。そうなんです。そうやってだん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 数が大きくなっていくんだぞ。ほいじゃあ、お行儀いいか。あとで100ページ練習です。342、いってごらん。342。声が悪い、声が。342。3、はい。342。元気がない。腹に力を。今日学校なかったんだからさ、君たち。まだパワー残ってるはずだから。いいな。342。言ったな。342。なんかこうやる気さ。今日ね、ラブラブハートあんねん、これで。
元気のない居眠りしてたからバカンと投げつけるからな、いいな、ピシッ覚悟しとけよ、お前ら、いいな。342、342、バカンと居眠りしてたな。341、249、256、259、158、一人に読んでもらうかね。おい、佐野くん、これなんだ。342。そう読んだ。じゃあこれは342、1。これは279。おお、読んだ。これは158。おお、読んだ。山本さんに読んでもらおう。バラバラバラ。これは山本さん三、けど三、百、四、十、その通り読んでいけばいい。十、これは、ああだ。山さんこれは、ん？二百、七十。9、ね、じゃあこれはなんだ342、あんた山本さんってのもらったの、うん、ほんと、いいよ、それで。ほいじゃあ山崎君これ読んでごらん。158。おー、じゃあこれは279。ちょっと下をコツ覚えればいいね。これは342。これは340。おー、あんたお金持ちになる。ほいじゃあいいか、実践いくよ。これは3、言ってみろ。3、300、4、10。言えてきたじゃない。それでいいの。それで練習すれば早くなるから。これは3、100、41。できたじゃない。じゃあこれいくよ。100、100、5、5、10、10。じゃあ最後これは200、279。山本さんいくぞ。いいか。じゃあみんな一緒に言ってあげてよ。342、3、はい。342。そういうの、そういうの。練習するんだからな。279、3、はい。279、158。ああ、言ってみるか。3、はい。158。OK。341、3、はい。341。ね。じゃあ100の字の練習したいと思うんだけど、みんな鉛筆出してくれる？先生紙あげるからさ。いいよ、うん、嫌な人はいいよ。10回書いてもらうから。これね、2つに折って使うと何回も使えるから。簡単じゃないよ。今日は2つの字を練習しよう。最初に、いくよ。100。これを知ってるとね、100という字読めるようになるから。見ててよ。横、言ってごらん。横、横、横、ちょん、ちょん、縦、縦、さっさ、さっさ、よいこらしょうの、どっこいしょう。線はね、シに似てるの、カタカナの。ちょんと書いて、ちょんと書いて、マンじゃない、これ線だよ、線、千と千尋の線だもん。ちょんと書いて、ちょんと書いて、横書いて、ズバッ